ここまでですね、犬くんの、トークが非常に好評という、内輪ですよ、スタッフ陣でね、好評だったんで、もう一本やろうと。なんかさ、せっかくこれいい感じで締めたと思ったのに。じゃあ、でもちょっとここは、ちょっと振り切って、ちょいちょい話出てきましたけど、今の生活の中で、はい、まあ正直お金ないじゃないですか。ないです。全然ないです、はい。でも生きていけるのは、なんか犬くんならではの、おごられ術、おごられる男になる。ノウハウがあるというのをちょっと小耳に挟んだもんで、はい、そのあたりもね、話聞いていけたらと思うんですけど、結構おごってもらってます。まず今は元々の知り合いの方とかもそうですけど、ツイッターの人とかがすごい多くて、うん、飯はそうですね、飯は基本的にはおごってもらってます。おごってもらって食べる以外には食べないって感じなんですか？そうですね、なんかお酒の席とかも多かったりするんで、うん、飲んで食ってっていうのと、そのなんかおごられるサイクルに体が合っちゃって、家にいる時にご飯食べなくなっちゃうんですよ。おごってもらってない時以外はとにかくもうエネルギーを摂取しないっていう方向に、まあそうですね、意識してないんですけど、うん、なんかずっとそうなっちゃいます。今週に何日ぐらいおごってもらってるんですか？週に4日5日くらいですか、ね、今は7じゃないんですけどでも1日1回なわけじゃん、食事が。そうすると。1日に2回とかおごってもらうこともあるの？あります、あります、全然。朝この人で、夜この人みたいな。じゃあ、おごってもらうスケジューリングとかしてるってこと？あ、してます。僕は、エクセルでカレンダー作ってます。いや、ちょっと、何かいろいろおかしいな。やっぱ君、頭いいけどバカだよね。今のはね、なんか重視してることあるんですか？結構、ツイッターとかは割と強気だったりするじゃないですか。まあ、ツイッターは、もうなんか僕が結構アイコンとしてすごい貧乏な人間で通っちゃってるんで、うん、好意的におごりますみたいな感じで来てはくれます、ね、その前段階とかは大人の方とかはなんかキャバクラで働いた時にすごい G をつけた感じにはなるんですけど、接客に近いことはちょこちょこはしてて、うん、なんかこう特に力を入れてるというか、はい、こういう動きをすることで、なんていうか、相手の人がこうおごりやすくなるみたいな、そういう特に気をつけてる部分ってあるんですか？その人の持ってるものの中で、自分がその人よりちょっと下に入ってる話ばっかりします。まあ、例えばさっき学歴の話だったら、うん、総計の人には自分の学歴の話します。うん、まあ、一般的に言われてる中では総計の人は、まあ、理科大に対してはすごい強く行きやすいんで、勉強してたんだみたいな。でも話は分かるんですよ。これで僕が高卒だと話通じないやつだと思って捨てられちゃうんで、切られちゃわないように、うん、話が分かるけどあなたには追いつかないっていうところの話をします。なんかいい感じの後輩ポジションに入っていくんですか？そうですね、常にその追っかけてますみたいな。すぐ後ろ追っかけてる。それはやっぱ水商売で学んだことが。そうですね、水商売はめちゃめちゃでかかったですね。大学で学んだことよりも大きいものが。後輩ポジションで入っていって、先輩から程よくこうマウンティングされる感じがいいってこと？入りは大体知らない人とかそうなんですけど、でももちろんそこから仲良くなって、全然自分も気使わなくなったりとかもしていくんですけど、やっぱりその今の話の中で出てきましたけど、あ、今の瞬間で切られたなって分かる時もあるんですか？あります。最初から相手にしてくれない人とかは全然います。借金してたりとか、もう最初からその人の中の会話の土台に入ってない場合とか。ただ呼びつけただけみたいな。あ、そうです、そうです。晒し者的な感じの時もあるんですか？あ、全然あります。そういう場面だったら誰かは、まあ、優しい人、そんななんかみんな厳しくはないってあれですけど呼ばれて、はいはい、行って嫌な思いっていうことっていうんですか、その自分をどこまでこう自分に対してプライドを持っていけるんですか、そういう時。結構こう向こうに求められているものはダメな人間として行ってきてほしいみたいなのがあるわけじゃないですか、おそらく。借金しろって、はいはいはい、相手の期待しているものをある程度演じるところもある。あります、あります。でもその時にどこまで捨てられるんですか、その自分の中の基準として。ここまでは許すけどここまではダメ、はい、言われることに関しては特にないですね。ないんだ。そこはなんか僕の完全管理下なんで、うん、なんか僕の見せた僕に対しての反応をしてるだけなんで、うん、で それに対してなんかカテゴライズするんですよ、その人、うん、学歴偏重タイプなのか、うん、そのお金資産偏重タイプなのかみたいな。ああ、じゃあその相手のやっぱそういう分析とかすごいしていく。もう完全になんか仕事ですね。じゃあ僕思ったのは、最初来た時、はい、借金まみれの男が来ると聞いたのに、意外と小綺麗じゃねえかと思ったのが最初第一印象だったんですよ、はいはい、着てく服とか気にしてくるんですか？着てく服はなんか家にある服だけなんですけど、うん、これもいただき物です。なんか誕生日の時にお金ないですって言ったら、うん、ここの人が服くれました。ブラックレインっていう。
あ、じゃあちゃんと宣伝もできてよかったですか。あ、そうですね。せっかくならと思って。え、じゃあそういうのもあるんですよ。その、下手に汚いの着ていくよりも、いただきましたっつって着てった方がよかったですよ。あ、そうですね。だなんだったら僕、借金で、なんかこうやってバズる前の方が小汚い格好しました。借金した後の方が、なんかこうやって服とか靴とか売れたりするんで。はい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 。すごい良かったです。え、そこにもはや好みはないの？いや、ないです、僕は。全然ないですね。これやるよって言って、その T シャツが普段俺の趣味じゃねえなと思っても、ありがとうございますって普通に着ちゃう。いや、もう趣味がないです。趣味がない？服とかは趣味がないです。今、自分がお金を使うことって何かあるんですか？いや、お金を使うこと本当にないですね。もし100万あったらどうします？100万、多分カジノ行きます。まだまだ今行けないじゃないですか。今行けないですね。どこにかけます？いや、それはもう正直今僕かけないですね。バカらしかやりたくないっていうのはあるんです。あ、そういう感じなんですか。ギャンブルなら何でもいいわけじゃない。そうですね、100万はちょっとバカら、なんか死に場所は選びたいんですよ。キラーワード出てきますよね。今ネット経由というかツイッター経由で来るじゃないですか。会ってくださいとか、はいはいはい、会いましょうとか、はいはい、自分より金なさそうっていうか、はい、もっと若いとかで、はいはい、犬さんみたいになりたいです、はい、教えてくださいみたいな、弟子入りしたいですみたいな、はい、そっち側さらに下来られた時はどうするんですか。僕さらに下にはすごい優しくしたくて、その時は僕もあんまお金ないんですけど、その時とかはなんか美味しいケバブ屋とかを教えたりとかして頼んだりとかはします。おごってあげるの？おごる時もあります、たまに。お酒ね、噛んで飲みながらとか。借金してんだったら笑った方がいいかなと思って。はいはいはい。でも、正直今のペースで言うと、はい、月そこそこ稼いでるじゃないですか。はい。で、ほぼ返済に当ててるじゃないですか。はい。正直数年で全部返し終われるじゃないですか。かもしれないです。そっちに行くんですか？それとも、やっぱり今までやってきたみたく、だいぶ減らしたから、海外も行けるようになったから、この辺で行っちゃおうかなみたいな、カジノ行っちゃおうかなとか、そういうふうに思っちゃうんですか？カジノ行けるんだったらそうかもしれないですね。ずっと考えてたんですけど、バカラだけ本当に特別なゲームになっちゃってて、いくらなったらかわかんないですけど。今、海外に出れないっていうのは、イル君の借金返済生活にとってはいい方法？いや、プラスだと思います。おごられ術、いろんな SNS あるじゃないですか。はいはい。こうやって出てくと、話聞かせてくれるんだったらおごるよっていう人、はいはい、もっと増えそうじゃないですか。ああ、もう全然いいことです。どこまでならいけるとかあるんですか？距離とか、要は交通費とかあるわけじゃないですか。普段電車で行くんですか？歩いて電車で行きます。歩いて行く時もたまーにあるんですけど、基本的に歩ける場所に呼ばれることはないんで。そうなんですか？はい。今まで一番遠くはどこ？湯河原ですね。そうでしょ。そう、交通費とかどうするんですか？アルバイトお願いされたんですよ。ああ。引っ越しの手伝いしてくれて。ああ、はいはい。便利屋的な感じもあるんですか？あります、あります。勘違いしました。普通に来て、お茶しておごってあげるよみたいな話じゃなくて、ちょっと何でも屋的なやつを手伝ってよでお金を渡すみたいな。あります、あります、あります。ははははは。ご飯だけだったら僕、多分東京都内とかまでしか行かないです。今までどんな便利屋仕事頼まれたんですか？まあ、その引っ越しの仕事とか荷物整理は結構多かったんですけど、あとはなんか時給2000円で虫を取ってくれっていうのとか。何虫ですか？これがハムシなんですけど、鳥のひな、鳥のひなが食べれるように虫を捕まえて、頭を取って、それはまあ変なバイトでしたけど、ありましたね。じゃあもう結構いろんなやつやってるんですね。犬くんにもしそういう仕事を依頼したいってなったら、この今までの流れ的に言うと、なんかおごりたくなったというか、いう人がいたら、どうアクセスするんですか、今は。いや、もうダイレクトメールで大丈夫。ツイッターのダイレクトメールで。あ、DM ですね。はい。ツイッターが一番。そうですね。僕は結構ツイッターが一番やってますけど、ほとんど返してるんで。こちらのね、概要欄の方にもリンク何かしか貼っておきますので、そちらからね、言っていただければと。実際どうすか、世の中、コロナです。なんか息苦しいなとか、先行き不安だみたいに言われてますけど、コメント欄とかで言う人も、俺の方がもっと借金あるよとか、もっと苦しい人たちだっているんだって言うと思うんです。でも僕、苦しさってね、あんまり人と比べてもしょうがないところだと思う。その人が苦しければ苦しいと思うんです。だから、そういう意味で犬くんの借金の額とかってリアルだと思うんですよね。そういう金額の借金を抱えた人が、要はエンタメ化して生きていくっていうことをね、言って、で、今もおごられるノウハウとか、そうやって、ともすると路悪的になりがちなものだけど、でもそうやっていくのってすごくいいことだと思うんです。
っていうのもやっぱりその今コロナ禍ですごく生きづらくなってる人とか多いと思うんで、そうなっちゃうとまあ生きることが苦痛でならないんじゃないかと思うんですよね。で、イル君は今はそういう風にならないように今気をつけてるわけじゃないですか。まあそうですね、インタルは正直そっち側に落ちちゃいそうな時ってあるんですか、やっぱりその苦しい側に。1回とか2回くらいしかないんですけど、うん、基本的には本当にもうなってしまったものはしょうがないんで、うん、借金って本当罰を与えてもらえない罪みたいだと思ってて、うん、まあ与えられないんだったらもうそれはもう与えられないままで行くしかないんで、うん、もう普通に笑って死ねるように逆算して準備していこうかなっていうのは、死んだら終わりっていうのはまあ確かに思うんで、うん、まあそういう相談も来るんですけど。来るんですかやっぱり。あ、全然今日さ、あの借金やばくてみたいな、うん、もう借りてるんだったら笑った方がいいみたいな言うんですけど。ちなみに犬くん、最後の質問なんですけど、はい、犬くんさ、フィリピンばっかり行ってるけど、はい、ギャンブル世界中でできるじゃないですか、はいはい、しかもまだマカオとかラスベガスとかあるじゃないですか、はいはい、他にもいろんな国あるじゃないですか、やっぱりそういうところもチャレンジしたいですか、それともフィリピンのバカラがいいですか。いや、僕はなんかそのカジノの外に出たら、うん、めちゃめちゃ貧富の差がすごいフィリピンみたいなとか、うん、なんか文化が全く違うのがすごい好きで、うん、やっぱりこうフィリピンが良くて行ってるって感じ。フィリピンが好きで行ってますね、うん、この先どうなるか分かんないけど、ちょっとフィリピンと関わって生きていけたらいいなというところもあるんですね。ぶっちゃけて言いましょう、フィリピン関連の方でお仕事お待ち、あの何かおごっていただける方とかいたらね、ぜひ彼によろしくお願いします。捕まらなければ何でもやります。行っちゃった行っちゃった、多分狙ってる人いますよ今なんかいろんなもの運べとか言うかもしれないまあそれともかくとして捕まらない限りは何でもやるということで、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます、ご視聴いただきありがとうございました、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。